さて、電動ガリ選手権 B プラスもラスト1枚となりました。というわけで今回紹介するのがこちら、ジャシュの親分ゴエモンキー。効果ですが、バニーデッドターン、マナカナクリーチャーを召喚してもいいっていう、まあ、デュエプレ勢からしてみれば、一見あんまり強くなさそうな効果をしています。まあ、このカード出すに4マナかかってる時点で残り何マナ残ってんのって話ですから、まあ、実際このカードはデュエプレで出てきても使われる可能性はかなり低いと思われます。しかし、時は2017年、この時に登場した最悪のデッキによって、このカードは爆発的な力を手にします。このデッキこそが緑タンジャックループです。この時にはゴエモンキーと非常に相性のいい3種の神器が入っています。それがエールブッカー、ボアロパゴス、そしてベイビージャックです。まずはエールブッカー、効果非常にシンプル、クリーチャーの召喚コストを2コスト軽減します。つまりゴエモンキーは2マナになり、ゴエモンキーの効果でマナから召喚するクリーチャーも全て2コスト軽減が適用されます。なおこの効果はなんと重複するため、2体目が着地しようもんなら5コスト以下のカードが全て1マナで場に出せるようになります。バケモンです。そしてボアロパゴス、手札からクリーチャーを召喚した際にマナから5コスト以下の自然クリーチャーを場に出すことができます。まあ、つまりですね、マナにゴエモンキーがあれば適当なクリーチャーを手札から場に出すだけで、マナからタダでゴエモンキーが出てくるわけです。非常にバケモンです。で、最後に紹介するのがマジのバケモンことベイビージャック。こちらですね、バニアルクリーチャーをタップしてマナの代わりに使用できるっていう効果を持ってるんですけど、このカードの登場によって今までデュエマの大原則だったどんなにコスト軽減しても最低1マナは払わないといけないっていうルールが覆ってしまいました。まあ、ちょっと説明しますと、例えばエールブッカでコスト軽減したジャーベルが1マナで場に出てきたとします。で、その後ですね、もう一度ジャーベル出そうとした際にバニアルジャーベルをタップすることで1マナの代わりになるので、マナを一切使用せずにジャーベルが出てくるんですよ。やっぱりベイビージャックと一緒にエールブッカが1枚あれば3コスト以下のクリーチャーが0マナで出せるようになり、エールブッカが2枚あろうもんなら5コスト以下のクリーチャーが全て0マナで出せるようになります。よって以上のことから、2017年のゴエモンキーは0マナでマナから好きなクリーチャーを召喚しても良いという効果になっており、言い訳がないから殿堂入りに選ばれたわけです。しかし、時は2021年、ベイビージャックが地獄に落ちたことで0マナで盤面展開することはできなくなりました。さて、ここで話題に上がるのが、じゃあゴエモンキー解除してもいいんじゃねって話です。しかしですよ、これ逆に言えばベイビージャック以外の2枚まだ使えるんですよ。つまり1マナ払ってる間無限に盤面が増えていくデッキを許していいのかっていう話になってくるんですが、普通にダメじゃんこれは。だってこれって例えるならさ、電車ただ乗りしようとして止められたから、じゃあ子供料金で乗るわって言ってんのと一緒なのよ。適正料金を払えと。まあ、こういうことを許すとろくでもないデッキができるのは時間の問題なんで、多分電動解除はありません。まあ、淡い期待を抱いている方は諦めましょう。というわけで以上、電動ガリ選手権 B プラスでした。次回 A マイナスからかなりストレス値の高いカードが続出します。視聴する際はスマホを投げ飛ばさないように固定しておきましょう。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。